はい、どうも皆さんこんにちは。 YouTube ユーザーの皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。レペゼインキャナスビです。どうぞよろしくお願いします。陽キャに憧れてます。はい、そんな感じで4月の30日のナスビガイド、もう平成が残り最後と言われてる平成最後のフィッシュなるかっていう感じなんですけど、今日も小沼さんと阿部さんをお越しいただいてやっております。2日連続です。で、昨日はスタッカーのライトテキサスと何でしたっけ、スコーン。で、いつも通りのナスビガイドプランでやってたんですけど、今日はちょっと、まあ、2日連続ということで展開を変えて、スタイルオブデカバスっていうことで、スタッカーワイドのヘビ弾を投げてたんですけど、ちょっと、まだ時期が早かったのか、無でした。っていうことで、まあ、ライトテキサス、ライトキャロで、確実に魚を釣りの。で、それをやっても、ちょっとまあ、プレッシャーが高いのか、ゴールデンウィーク3日目なんで、プレッシャーが高いのかどうかわかんないんですけど、ちょっとバイトが減ってきたんで、バスがちょっと深場にいるバスの方が安定して釣れるんじゃないかなっていうことで、久々に卸し物春節エリアの深いところを、ナスリグで釣って、で、今でございます。まあちょっとなんかプレッシャーを強く感じるのか、常にもう湖もうねってて、すごいまあ難しい状況なんですけど、まあ丁寧にやったら食うかなって思います。はい、そうですね。で、服装も僕は今日 T シャツとパーカーとダウンジャケットを着て上にレインウェアを羽織ってるんですけど、まあそのぐらいちょっと肌寒くなってきたんで、風がちょっと吹いてるんですけど、風すごい最近寒いんで、あったかい格好して釣り楽しみましょう。で、今日僕走ってて、あ、ちょっと近すぎるなとか、ちょっと感じながら走ってたりしてしまったんですけど、まあ走行中気をつけながら安全に釣りを楽しみましょう。で、昨日僕初めて知ったんですけど、ゴールデンウィーク初日がすごい覆われてる中、バスボートが何ていうか転覆してるらしいんで、してたらしいんで、昨日知ったんですけど、まあゴールデンウィーク絶対事故、起きやすくなってるんで人が多いんで、安全に楽しくライフジャケットつけて釣り楽しみましょう。ナスビガイドでした。肌地中。おし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 。おっしゃ。今年3匹目の、2匹目のバス。今年2匹目のバス。これ多分でかい。わからんけど。お、結構引く。ゆっくり竿を上げていきましょう。オッケー。おっしゃ、ナイスサイズ。よしよしよし。おっしゃ、いったー。おっしゃー。俺です。スタッカー 2.5 の。アユ。のライトキャロ。やっぱ釣れますね。あ、スタッカーついてない。ちょっと見せていただいていいですか。ナイスサイズ。あざっす。